はい、こんにちはーす。レトルトと申しまーす。ポケットモンスターオメガルビー実況プレイ始めていきたいと思います。前回はジム、3つ目のジムをクリアしまして、てっぺん山ってとこに向かうとこですね。もっとポケモン汚いと勝ち抜くのは厳しそうだ。してんのね。あ！おー、テレビがこんな端っこを映している。はい。あ、テレビ局の人と、あ！いいねアナウンサーいいねコイルとゴニョニョ。うわ。テレビっぽさが、全然ない。まあ、ゴニョニョうるさい的な感じかな。まあ、声で勝負するは勝負するからね。ニトロチャージをコイルに打って、まあでも一発で倒しちゃうか。突っ張りをゴニョニョ。これでいこう。新たにね、電動リリエ使うポケモンも、そろそろ、見つけていきたいとこな。どこだけど。コイルの目がバツになるのかわいいな。さあ、てっぺん山長いのかな。お月見山ぐらいの長さかな。岩山トンネルクラスだと嫌だな。ほい。24。そうか、合算になったんだよな。イービーね。噛みつくか。まあ、いっか。ほい。私の目に狂いはないわ。すごいトレーナーの発見よ。いいね。こういうダブルバトルのさ、トレーナーのこのグラフィックとかすごい好きだよね。トレーナーをインタビューして回ってるのよ。いや、いいっすよ。仕方ないな。入力した文字は通信に他の人に送られることがあります。とりあえずこれは、挨拶にしておこうか、一応。こういうとこでさ、なんかあんま良くない文字をさ、打つとさ、なんか消されるというか、ダメになるんだよな。お、こんちゃすぴったりじゃん。イエーイ。ドッキリはいられなかった。決め台詞。決め台詞ってわけじゃないんですけどね。お得な掲示板。特攻ね。昔は特攻と特防は特殊だったんだよね。二つで一つだった。どこに行くのか知らないけど、ちょっと、勝負してみない？だからさ、特殊が2段階上がるさ、ド忘れとかマジ強かったんだよ。おー、ピクニックガール。かわいいね。過去ボーイ、ガールスカウトか。プラスる。いや、もう茶魔棒無双だな。これでバシャーモンになったらもう止まんないだろうね。ニトロチャージでいいかな。角一。つえー。あ、もう急所か。かわいそう。ほい。多分マグマ弾が出てくるんだと思うんだよね。ミーゼ。オリルミーゼ好きなんだよね。普通に育ててたね。あの、つくよみちゃんっていう子を普通に、あの、バトルで使ってました。レベル50ですね。メガネ型だったな。こだわりメガネか、つけた、虫のさざめきとか、そういうのを使う型だったんだけど。めちゃめちゃ急所に当たる子だったような気がする。22。レベル上がるなぁ。学習装置ほんと、やばいな。学習装置は正直もう強すぎる。煙突山に行こう、かなって思ってるんだけど。てっぺん山って言ってなかった？煙突山って場所だっぽいな。お、ボイスカウト。さっきの彼氏かな？ちょ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 、おー、目つきがキリッとしていいね。サンド。あー、サンド可愛いよね。普通にサンドって可愛いよね。ね。同じネズミポケモンでさ、黄色なのにピカチュウとの差が悲しいよね。なぜここまで差がついたっていう。普通に可愛いと思うんだけどな。やはり地面タイプはダメなのか。おお、身代わり人形みたい。すげえ、高速スピン使えるんだ。確か、ステルスロックとか毒菱とかをね、排除できる、結構珍しい技だったはず。ダブルバトルとかにおいては悪くないのかな？ついそっち見ちゃうよね。山男。111、112番道路。どうなってんだろう。あー！はるか！なんとなくこっち来てみたんだけど。レトルトくん！ほら見て！あそこが煙突山だよ。わー、結構広そう。なんか街みたいなのがあるな。街？ホテルなのかな？明らかに赤色の人がいるな。でかいね。雄大だね。胸にジーンってきちゃったよ。てっぺんに登るロープウェイ、いつか乗ってみたいな。
まだ乗れないの？お、ありがとう。普通にありがとう。何？おお。で、まだこれ怪力使えないんじゃない？ここから先の山道でいろいろ使い道があると思うよ。フエンタウンジムのジムバッジがないと使えないみたいだから。フエンタウンってその山のふもとなの？はじづけの空石博士に挨拶に行く。何言ってかわからんわ。どこだよ、はじづけって。誰だよ、空石って。こっちの上って何なんだろうね。こっちの上はちょっと後にしてみるか？じゃ、左側から行ってみましょう。もしかしたらもう図鑑というか、あれなのかな？普通にジムがあんのかな？絶対泣くやん、これ。負けたら泣くフラグやん。ツバメ。玉棒が強すぎるぜ。てか、レベルがもう、かなりの、倍近くの差がある。で、ズバッと。よし、ピカチュウに変えてみるか。アイビーちゃん。本日の綺麗どころです。かわいい。なんかちょっと特殊な効果音みたいになってるね。ピロロロンみたいな。色違いと同じように、なんか、特殊な、なんて言うんだろう。特殊な演出があるんだな。ウィー。25。これでね、電気玉を持たすことができたらな。ピカチュウが多分どっかで野生で出てきたとしたら、そいつを乱獲すれば電気玉ゲットできると思うんだけど。お母さんに会えなくて寂しいから泣いてるんじゃないよ。そうだったのか。お、なんだこれ。煙突山。フエンタウンや頂上やロープウェイをご利用ください。ロープウェイを利用したら、フエンタウンってとこも、あ、行けちゃうのか。ここなんかいないかな？ちょっと3回ぐらいちょっと探ってみるか。あー、ドンメル！バグだね。いや、いいんだけどさ、でもまあ、炎御三家を取っちゃった時点でちょっとね。ニトロチャージでちょっと、ね、半減だから。2回じゃったら死んじゃうかな。一応捕まえておこうかな。ボール。スパボ行きましょう。エレンだ。いいよ。いいよ。よし。いい子だ。邪魔棒130。ちゃちゃちゃ、ちゃちゃちゃ。ほい。この時点だと炎タイプってわからんよな。叩かれても気がつかない鈍さがだが、空腹は1秒でも我慢できない。1秒でも我慢できない。どういうことだよ。腹減った、もう食うっていう感じかな。もうそこら辺にあるものをとりあえず食うみたいな。恐ろしいポケモンだ。あー、ドンメルか。まだ持ってないポケモン的にはね、基本的に水タイプとか、ゴーストタイプ、エスパータイプとかかな。フェアリーとかも使いたい感はあるけど。お。なんでさ、ガールスカウトとかボーイスカウトっていうワードを変えたんだろうね、ピクニックガールに。なんか問題があったのかな。かわいい。ゴクリン。なんかあれだわ、お団子としてポケモンパンとかで売ってそう、これ。えい。そう、ドアスデイが初代強かったんだよね。特殊がアップしたから、ヤドランとかが使ったら止まんなくなっちゃうんだよね。で、ヤドランって物理が硬いから、物理防御もあって、特殊防御もあって、相手の特攻も上がるっていう、この、恐ろしいやつ。サイコキネス波乗りとかね。よし、もう行っちゃおうか。うわぁ！煙突山ロープウェイ乗り場。この先すぐ。バトルか、こいつ。バトルだ。どうだ？俺と勝負しないか。わは、山男はなんかホモ説あるからな。ほら、この顔。
XI からこの顔だよね。XI、そうだよね。ドンメル。チャ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 。タイプ足あんま良くないんだけどね。地面、炎。岩石封じ？うお、強っ！うわー！結構痛いよ、これ。大丈夫か？ああ、全然大丈夫だ。マグニチュード6とか普通に怖いけどね。マグニチュード10とかが出れば地震の威力を超えるんだよね。だからギャンブル型とかロマン型だったらあえてマグニチュードを覚えさせるっていうのはありなんだよね。面白い型が作れる。ワンリキ、つつくがある。ポテマルの、まあこれでいいか。やっぱつつくだな。ブレバーがね、覚えることができたら相当強いんだけど。ウィー。ブレバーってレベルで覚えるんだっけ？なんかで覚えるんだよな。卵技だっけ？おい。負けた。わはは。強行わはは。ははは。どこのプロレスラーみたい。ブツ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 。春重に向かった者たち、何をちんたらやってるんだ。ここ何なんだろう。研究所かな。ロープウェイのあれか、入り口かなんかなのか。行けないじゃん。ロープウェイ山登りで鍛えた俺の足腰、ちょっとやそっとじゃくじけないぜ。ロープウェイで鍛えた足腰なんだそれ。普通に足で登れよ。うつ、今ツッコミを逃すとこだった。二度蹴り。頑丈もね、これで2回分で貫通ですよね。そしてちょっと変えるか。ガッサで行ってみよう。せっかくだしね。つぶらな瞳が可愛いんだよね、息のガッサ。メガドレ。ただ頑丈があるから一発とはいかないのかな。素早さが一段階二段階上がる技かな。抜かれたかな。あ、抜かれてない。おっそ。まあ種ポケモンだしね。そろそろユアークさん来るか。あー、石粒手か。バー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 っていう初代から鳴き声が変わっていない。よし、こいつは頑丈じゃなかったみたい。イエーイ。キノコの方しね。キノコこのままじゃ覚えないみたいなのが、キノコのこのままじゃないと覚えないとかありそうで怖い。ちょっとマップナビに変えてみて、ここでしょ。このまままっすぐ行って炎の抜け道。111番道路から回らなくて、こっちで合ってるっぽいね。じゃあロープウェイ使えないからここか。普通に行かなきゃダメなのかなこれ。あ、炎の抜け道。え、抜け道、あれ、てっぺん大和やらは。あ、怪力は使えないから、こっち側から行くしかない。おぉ。さすが炎の抜け道ですね。ルイザハ全然やったことないから、もうマップが全然わかんないよな。でも結構怪力を使わないとこの山を登れないってことは、結構ジム近いかもね。ドンメル。ドンメル以外何がいいんだ？マグマッグとかがバージョン違いで出てくるのかな。マグカルゴ、マグマッグ。お、もう出れる。裏側に出たのか。112番道路。わ、怖い。怖いおっちゃんいるけど。子供相手だからって手を抜くほどオイラはアマチュアじゃないからな。オイラって。怖いよな。ゲンタロウ。
名前も怖い。うわー、かっこいいね。進化したポケモン出してきた。しかしタイプ相性が良すぎますな、こっち。二度蹴り。本来ならここね、ポケモンバトル負けてもリアルファイト挑まれそうだけどな。そこら辺をしないとこはちょっとこのポケモン世界の優しさだよね。ポケモン至上主義。リフレッシュ、いいです。プロの仕事。何のプロだよ。ズリノミ。ズリノミってなんだっけ。キーノミ。麻痺とか混乱かな。いや、置いとこう。お、あの見た、あーくそ。お、101番、111番通り。砂嵐がひどくて先に進めない。こう出てくんだな。お、エリートトレーナーさん、ついにエリートトレーナーとかが出てくるようになった。わっ、かっこいいな、ユースケ。めっちゃ半人前じゃん、ポケモン。進化してないし。ラークライ。まあ、ニトロチャージかな。イエー。わー、めんどくせー。ニトロチャージね、接触技なのか。せっかないから、抜かれちゃいますね。おぉ。ひるむなよ。あー、ひるんだ。もう音声認識じゃん。強いな、相手。うわー、やばい。半人前とか言ってごめんなさい。うわ、半人前だ。必要のないことしてる。はるかよ、ポケモンを回復させてくれ。23。タツベ。おお、ドラゴンポケモンとか使うんだ。となるとうちのアイビーちゃんしかいないじゃないですか。すげえな、エリートトレーナーらしいな。マンダになるからな。育てるポケモンは合ってるかもしれないな。つらら落とし。なんか打撃とか嘆きにさ、あの柔道着抜いてもらってさ、このピカチュウの服着せてみたいわ。超オシャレな打撃と嘆き。あれは一部なのかね、ド鉄骨の鉄骨とかさ、ああいうのはポケモンの一部なのか、それともアイテムなのか。ニャースの小判もなんか取り外し可能だったしな。どうするかな。キノコの山。キノ、ポテマルでいくか。ウェイ。ふん。関取とさ、一番しょぼいやつみたいな感じになってる。猫魂。わー、食らうねー。火力が違う、火力が。はっけい。いいね。なるほど、かなり鍛えてるね。内心汗だくなんだろうな。ポケモンもトレーナーも戦うことでいろんなことを学ぶ。大事なのは負けても諦めないことさ。なるほどね。じゃあ、あなたは諦めないんですかね。麻痺直しを使ってちょっと傷薬で回復しちゃうか。私待ちきたいな。やっぱ事務戦が楽しいからね。うわ、何してんだあいつ。匂う。完全に変態。こいつは匂うぜ。最高にロマンの香りだ。ここはあれだな、確実に秘密のポイントだ。え、誰誰、不老者。
よう、ポケモントレーナー。この俺に何か用事でも？え、別に呼んでないって？せっかく出会ったんだから遠慮いらないって。ハローだ、俺はギリー。ギリーさん。イーシュ出身の25歳。自分探して早12年。13歳の頃から放浪してんのか。風天。あ！秘密基地！お前ひょっとして秘密基地のこと知らないのか？はぁ、あ。最高のロマン。まあ、秘密基地はロマンだなぁ。あ！秘密の力。おい。秘密の力には隠された場所への入り口を見つけ出す力がある。隠された場所、実にロマンに溢れてるだろ。俺はロマンを求めて、それを秘密のポイントと呼んでいる。うん。ここに基地が作れんの？うわ、すげえ。ヒュー、たまんねえよな。すげえ、木の中どうなってんだ。何人の人が入れんだ、こんなここ。なかなかの間取り。秘密のポイントの中にはこんな風にいろんな間取りのスペースが広がっているんだ。間取りってのは部屋の形のことな。ハッピーホームアカデミーにめちゃめちゃ高得点のしたいね、高得点のポイントもらうぐらい家具を敷き詰めたいな。はい。嬉しい時どんな言葉を使う？やった！やったって書いてある。やったって。いやもうイエーイでしょ。イエーイだわ、普通に。普通にもう、リアルでも実況中でもイエーイって言うわ。ほい。ヒュー！未来には嬉しいことが、それはもうたくさん待ち受けてるからさ。かっこいいなぁ。秘密基地を作ることができるわけだが、この間取りだったらきっとお前にとって最高な秘密基地になる。譲ろうも何も。ここ国のものでしょ？あ、すごい！パソコン、Wi-Fi、なんか、え、LANケーブル繋がってんの？あそこの足のとこに人が来るのかな？あれがパソコンだ。すげえ。秘密基地は作るだけでなく遊びに行くこともできる。人の秘密基地に行ったらフラッグを集めておくことをお勧めするぜ。なるほどね。あー、なるほど。あのバザーのとこで言ってたやつか。俺の友達、俺の仲間を見つけたらって。ちょっとやってみるか。基地の模様替え。あー、すごい。本当に動物の森みたいだ。ぬいぐるみ。あ！かわいい。飾るを得ないでしょ、これ。ほい。イエーイ！ここテーブルかな？机を。ちっちゃいな。まあ、ここでいいか。ほい。まあ、待って。で、ここに、椅子。こんだけしかないのか。で、マット。おー、ええやん。ちょっとずつ良きな鉢植え。やっぱ緑は大事だからね。ちょっとここら辺に置いて、もうちょっと、全部並べる。置物。うわー、ベッドまで勝手にこん、もう虫とか超来そうじゃない？何これ？何この置物。あんま入っちゃダメよみたいな。パソコンちょっとさ、こうやってなんか、いろんな卑猥なものとか見てるときに、ちょっと、横から見られないのしよう。で、置物。これもか。柵をこう置いて。他は？地球儀、いいじゃん。お、でけえ！でけえよ！これは邪魔だな。いらないな、これ。壁、ボールポスター、いいじゃん。これはポケモンの、後ろに置いとこう。え、壁にしか置けません。あー、こういうことか。なるほど、なるほど。機械、オンボロライト。あ、これはまあベッドのとこにね、朝起きた時にやると。いたずらってなんだ。わあ、もっと欲しいな、アイテム。へえ、秘密基地の解除。へえ、こんな風にいろいろできない。うわ、いいですなあ。ここに人が来たりするんだろうな。これ対戦できたりとかあるって聞いたね。待って、居合切りポイントじゃん。ほい。桃があるかもしれん。あ！
健康ばあさんの家。健康ばあさん疲れたんです、回復してください。どこで休むんだろう、あのばあさんのベッドかな、布団かな。ありがとうばあさん。あーばあさんもういいもういい。ばあさんなんかテレビだけ入っていくだね。こっちに繋がってんだな。健康ばあさんなんか寂しいな。孫とか来たりせんのかね。あ、幼女に捕まった。ポケモンさん。そうです、ポケモンさん探してるんです。あ、メルヘン少女のマリア。将来は間違いなくメンヘラになるんだろうな。メルヘンって、ああそういうことなのか。メルヘン少女はエスパータイプのポケモン使うのかな。タイプ相性が大変よろしくない。バネブってエスパーだけだけどさ、なんか鋼入ってそうな感じするんだよな。ほい、ポテマルがどんどんレベル上がっていくね。クチート、人からもらったポケモンだからやっぱ多めにもらってんだろうな。うわぁ迫力下がっちゃった。普通にあれだね、いろんな可愛いポケモンを使うのかな。イエーイ、クチート可愛い。メガクチートになるんだよな確か。スパーク、いいね。威力的には65、エレキボールは素早さが速いほどか。これはちょっと使いにくいかな。うん、強いトレーナーさん。おたさんの姫になるんだろうな。こっち、あー、エリートトレーナーメス。おー、シャレオツ、キャモメ、ちゃっ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 ポテマルがメインメンバーになっちゃってるな、もう。地鳴らし。ロゼリア。まあ炎かな。ちゃん、ヒトロチャージ、一発でしょ。ロズレードってどうなんだろうね、まあ、草タイプのポケモンがあんま強くないっていうのが基本的にあるからな。もうちょっとで進化しちゃうね。ビルドアップ、まああんま積み技はストーリーには良くない。強そうじゃなくて強いのね。ありがとうございます。お姉さんどうですか、この後お茶を。私も頑張ってポケモン育てたつもりだけど、うん。113番道路、このマップ的には右下のね、113番道路、果実ゲタウン、ロープウェイ乗り場、しだけタウン、金積みシティ、ジムがあるな。フエンタウン、フエンタウン行ってないけどさ、行けないのかな。俺合ってるこれ。フエンタウン無視してるけど合ってんのかな、順路。本当は行けたんじゃないの？あ、あるか。結構遠かったね。そうだね。ありがとう。もっと元気にしてください。いろんな感じで。空石博士って人はね、隕石の研究ですっごく有名。
隕石とポケモンの間に何か関係があるとかないとかで、お父さん、小田牧博士とも一緒に研究している。ハジツゲタウン。封印してはいけないのかな？怪力もらったはいいけど使えないもんな。一緒に行くとかいう考えはないんですかね。秘密基地作れそうと思ったけど、うわ雪だ。よし。あれちょっと行こう。ほい。なんだポケモン。うおーエアームド。へえ。結構なポケモン出てくるな。捕まえんの難しそうだな。ニトロチャージじゃ死なないよな。物理お化けだから。あーと思ったら頑丈完璧。なんかっけ。これ結構レアなポケモンだね。メガエアームドとかあってもいいと思うんだけどな。スパボで行きましょう。これは簡単に捕まんないと思うな。結構レアめなポケモンだし。はい。あー状態異常かけないときつい系かな。もう一回だけやって無理だったらちょっと考えよう。スパボー。はい。連打だ連打連打連打。あーやっぱちょっと捕まえにくいよな。ポケモン、キノコの山は、シビレゴナ覚えてる。行きましょう。キノコの山。いや、勝った。よくないな。急所か。シビレゴナ、シビレゴナ。おい！危ねえ。嫌な音がこだまする。よし。これでもう捕まるでしょ。よし。いいぞ、いいぞ。ずっと砂かけしといて。これはいける、これは。さすがに。ね、ヒットポイント1まで終わらして。状態以上麻痺。これは捕まるでしょ。おーい！希望なし。そう、キノコの山。次のポケモン使うに決まってんでしょ。なんか飛行に弱いな、俺のポケモン。異様に、主力のポケモンは基本的に飛行に弱いな。あ、ピカーがいるけど。頼むぞ。連打連打。タッチペン連打だ。嘘！そんなにかい？クイック欲しいぜ。もう今さらクイック遅いけど。スパボやったり、結構高いんやで。100円ぐらいするんやで。よし。もうなんか一回でもこのポコってなればちょっと嬉しいとこあるもんね。いやー、伝説のポケモンじゃないんだからさ。ちょっと考えてくださいよ。よし頼む。いいじゃんお願い。ああ。OK。 よかったよかった。 EB22。 鎧鳥ポケモン。全身が硬い鎧に覆われている。時速300キロのスピードで空を飛び、刀の切れ味を持つ羽で切り裂く。すげえ。よし、捕まえたね。短パン小僧か。遠そうだな、こっからまだまだ。ジムあんのかね？次のジム、その、研究所とやられさ。ナックラ。あー、ナックラかわいい。目になんか星が入ってるあたりがかわいいんだよな。一応俺の中でハサミポケモンですね。アリ地獄なんでね。ニトロ、チャージでいいかな。地面タイプだよな。よし。
ポケモンの交換できないんだよな、こいつの特性で。落雷。落雷か。お手丸で行きましょう。静電気うっとうしいからね。ほい。地ならし。ジム1個俺、逃してないよな。大丈夫だよね。結構不安なんだけど。なんかあるじゃん。こう、山吹シティ行けるのに行かなかったみたいなさ。関地区の方が早いみたいな。なんかいろいろそういうややこしいとこ。お？なんか坊主がいるな。あ！あそこに技マシンがある。じゃあ、とりあえず今回はこれぐらいにしておきましょうか。皆さんご視聴ありがとうございました。とりあえず次のジムまでの道をなんとか歩いてきましたね。まあ、秘密基地とか、いろいろやりましたということで、次回はちょっと新しい街、たどり着きたい。レトルトさーん。みんな、レトルトを助けるために、そこのボタンを押して、チャンネル登録してくれー。動画の更新も、すぐにわかって、レトルトも、大助かりだー。スマホの方は、登録ボタンを、押すか。説明文の、チャンネル登録よろしくどうぞ、の、右からどうぞー。それでは、別の動画で、お会いしましょう。